バカどもめ、散々うろうろした挙句生まれ故郷が死に場所になるとは。ドラマチックだ。あいつだクランク、やっつけようぜ。ということでやってきたぜ。このビッグバッドボスを倒すんだ。おらー、いつの間にこんな、お前の体の中にはブラグ製のパーツが入っとるな。ならば、逃げられてしまった。そう、ジャイアントクランクでは最後とどめさせないんですね。クランクは言うて、そのブラグが作ってたロボット工場の、まあ、エラーでできたロボットですから、当然中身はブラグの機械でいっぱいっていうことで、向こうの技術で小さくさせられちゃったわけですね。しかし、それができるってことは、ボスも結構頭いいんですね。侮れませんね。なかなかドラマチックな展開じゃないの？ビデオミサイルはこの先あんまり役に立たないので、サンダークロー買っとこっかな。さすがにね、この先、弾薬なしで普通に戦うのめんどくさいというか、すごい大変なので、ちょっとここは、お目が高いね。やっていきましょう。さあ、準備もするよ。クイックチェンジで、まあ、この辺のね、スイングショットはいるけど、スパイシリンダーとかは使わないので、マシーンブラスターとか、あとは何がいいかな。ビデオミサイルちょっと使いづらいから、ロケットバズーカ、ビデオミサイルの代わりにするならサンダークロー？爆弾グラブね、微妙に届かないんですよね。結構相手が逃げるから。でも一応入れとこっかな。多分マシンブラスター、サンダークロー、ロケットバズーカあたりが主力になるのかな。あ、で、サクリアノは一応使えるかな、多少。他は、まあ、気休め程度に入れておきましょう。という感じで、やっていきましょう。いよいよ最終決戦。足場が落ちるよ。こいつと何度も戦ったから、この足を、この落ちる足場がなんかすごい実家より見た光景のように感じる。さあやっていこうじゃないの。しれっと始まっていくね。わいしょー、わいしょ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 、爆弾を投げるぜ、爆弾を投げるぜ、爆弾を投げるぜ、はい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 、めっちゃ近づけるじゃねえかこれ。頑張ればいけるんじゃないか。でも逃げるね君。さすがはラチェットが怖くて、キャプテンクォークを通じて、あれ、倒すように命じただけはあるぜ。とんでもなく臆病な性格してやがるね。やめてー。こんな感じでやつは一定のダメージを与えると地形を破壊して逃げていってしまうので、この地割れに惑わされることなくしっかりと追いかけていきましょう。これもね、焦ると結構小さなミスでそのまま落ちちゃったりしますので、冷静にいかなくっちゃね。今回は一発で決めたいな。せっかくね、ガラメカいっぱい揃ってますし。スイングショット、おお、出たな君、地雷インクラブさん。敵特製の地雷ですね。敵特製の地雷ーン。まあ、こいつがいるからサクキャノンだけでも削り切ろうと思えばできなくはないって感じなんでしょうけど、ただ結構めんどくさい。まあ、地雷くんが、地雷が攻撃手段なのに地雷に遮られて当たらないというこの絶妙にいやらしい感じ。たくさん吸い込むぜ。でもせっかくだからちょっと地雷で頑張ろうか。おお、なんかこのちょっと先読みして動きに合わせて弾を放つ感じがスプラトゥーンを思い出すな。まさかこの10年以上前に遊んでいたゲームの攻略にスプラトゥーンが生きてくるなんて夢にも思わなかったな。さあ地雷を出すんだ、地雷を出しなさい。
おぼぼぼぼ。はい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 。これ確かこの次ぐらいになるともう地雷はそんなにばらまかないんじゃなかったかな。あるいは他の攻撃手段が増えるとかでこの地雷だけがね、いっぱい出てきて戦いやすい地形っていうのはあんまりないはず。結構入ったね。これだったら爆弾グラブできるんじゃないか。くらえ。よし、武器買わない縛りでやるとこんな感じって感じでしょうね。よいしょー。この地割れ地味にでかいんだよね。なんか遠近感がつかみにくい地形してるからこれぐらい大丈夫だろっていうジャンプをすると落っこちたりするよね。経験者ならではの感覚。なんかいつもよりカメラが遠くに引いてる気がするよね、あの地雷の地割れの時だけ。とうとうここまで来た。俺様がスイッチを押せばカウントダウンが始まる。それが終わる時お前たちのふるさとも消える。ブラーグを救う方法は他になかったっすか。実はあったんだな。ブラーグの星はなぜ汚染されたと思う。俺さ、俺がやったのさ。全てはみんな金、金のためさ。俺様の計画に騙され、ブラーグたちは金を稼ぐ。新しい惑星ができたら、再び汚染を始めるのだ。同じ計画が何度でもできる。うわぁ、素晴らしい。まるで悪魔の計画っす。やるぜ、クランク。カウントダウンを止めよう。カウントダウンを止めるにはパワースラムです。ジャンプしてから R1 ボタンを押すのです。押すのですてなわりで、この一連の問題は全部ボスの引き起こしたことだったというわけですね。あ、やめてー、こっち来ないでー。この外周にはグラインドレールがありますので、それを生かしていきましょう。ここはもうあれなんですよね、デプラネタイザーの真上なんですよ、言ってしまえば。なのでこのボスが押したカウントダウンを止めないとそのまま惑星破壊まで行ってしまうので、それだけは何としても止めないといけない。くらえ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 めっちゃ入ったな、ダメージ。あ、出た。悪いガシャボット。そうだよな、ガシャボットもクランクの言うことを聞くということは一周してこのブラグ製と言っても差し支えないわけですから、当然相手にも使い手がいてもおかしくないわけだ。さあ来るかな。なんだかんだこのガシャボットとさっきの地雷の2種類があるから、なんだかんだ作キャノンの弾には困らないっちゃ困らないですよね。ほらー、いっぱい吸うよー。あ、お前またか。こうやって定期的になんか我慢できなくなってなんか起爆させようとしてくるので、やめてー。しっかりとなんとかしたいですね、なんとかしたいですね。で追いかけてくる、なぜか知らないけどこの炎をまとって追いかけてくるので、それはグラインドレールで時間をかけてゆっくり避けましょう。避けないで、上に避けられるとこのサックキャノンの攻撃が当たらないから早く降りて。もうそろそろサンダーキャノンを使う時が来たか。サンダーキャノンを使わざるを得ない。サンダーキャノンじゃねえ、サンダークローだよ。くらえーくらえー、結構効いてる？これ、間隔を置けばダメージ普通に通るのか？継続し続けないとダメかな、サンダークロー。硬い的には。実はその辺の仕様よく分かってないんだよね。お、またか。パワースラムを押さざるを得ない。これがあるから、あれなんですよね。ヘリブースターでここ戦うのはかなり
愚策というか推奨されてないというか。ちゃんとジェットブースターで戦わなくちゃいけなくなっているわけですね。お、結構ダメージ入ってるね。サンダークロー君大活躍で。お、またか。しびれを切り出すね。予想以上に俺たちの攻撃が激しくなっている。待ってー、お前の攻撃も随分激しいじゃねえか。やめて、逃げさせてー。よし、次は何がいいんだい。ロケットバズーカもうないんだけど、この緑色のよくわからない何かがふわふわ浮いているのが非常に厄介です。どうすればいいんですか、どうすればいいんですか。怖いんですけど。なかなかおしゃれでかっこいい攻撃してきやがるなこいつ。なんかモンハンのライズ X を思い出したぞ。こんな時代を先取りしていたとは思わなかった。謎の煙突頭のくせして感性がとってもティーンエイジャー並みじゃねえか。その類いまれなる流行を敏感に感じ取るセンスこそがこのブラーグの会社を巨大化させた要因だったのかもしれない。その経営者としての手腕を褒めたたいている場合ではない。やめてー。ただ体力はいっぱいあるのでまだ余裕はあるね。ちょっと待って、弾薬回復できませんかねこれ。タイム、これ普通にタイムできるから結構余裕っちゃ余裕だな。ジラインクラブとかでなんとかなるか。あ、忘れてた、マシンブラスターがあったね。私にはマシンブラスターくんがある。くらえーくらえーくらえー。よし、このまま行くぞ、ラストまで。マシンブラスターがとどめを刺すんだ。クオークお気に入りっぽいこの最強のガラベカで行くんだ。汎用性の塊。ラチェット、なんだい。今さ、オイラたち全く同じこと考えてるよな。やりましたね、結構な激闘でしたね。この弾薬というか今まで手に入れたものを総動員させないと勝つのは難しかったね。無事にビッグバッドボスを倒し、惑星破壊兵器デプラネタイザーがベルディンではなくてブラーグの作った人工惑星に向いているわけなので、このまま設置をしてジエンドと行こうか。長かったね。死んだっす。死んだ？落ちたら命も死んじゃうよ。ああ、そうっすね。マジやばかったな。今のショックのせいであちこち壊れたっす。まあ、もうどうでもいいだろう。どうでもいいだろうって。そっか、もうボスは倒したし、こんな壊れたロボットと一緒にいる意味はないっすよね。でも、おーい、クラーク、コンパスまで壊れたのかよ。うちでゆっくり直してあげるからさ。
いやー、無事クリアしましたね。ここまでご視聴ありがとうございました。ラチェット&クランク、無事1周目、クリアですね。いやー、なかなかのボリューム感でしたね。いろいろな収集要素も巡りながらだったので、ちょっとゆったりにはなりましたが、まあ、もう少し急ぎ目にやれば、早めに終わるといった感じの、ちょうどいいボリューム感だったんじゃないかなと思います。いや、最後のあのクランクとラチェットのあの相棒っていう感じのやりとり、今見るとすごいいい感じですね。すっかり冒険を通して仲良くなったというか、いろいろな、なんというか衝突もあったけど、それらを経て、いい関係に落ち着いたっていう感じがしますね。相変わらずクランクのあの、なんというか可愛らしさが際立ちましたけどね。まあ、そんなこんなで一周目クリアとなりましたが、ここからは、というか、ここからが本番ですね、今回は。ラチェット&クランクを最後まで遊び尽くすために、主にお金集めになるのかな?ゴールデンボルトを使った、ゴールデン系のウェポンを全部揃えるとか、ね、途中で出てきましたが、それもやりたいし、あとは最強のウェポンである、ランチャーナンバー8。あれも絶対に手に入れたいですね。あとは、2周目に入ればスキルポイントの、リストが解放されると思うので、それを全部埋めるっていうのもやりたいところ。さすがにスキルポイントは途中でギブアップして攻略本なり、攻略サイトなりを見るかもしれませんが、それを全部埋めるまではやりたいですね。で、ついでに言うともう一つ、なんかとんでもない野望があって、その辺のゲームの中である収集要素を全部回収し終えたら、ボルトをカンストするまで集めたいなっていうのがちょっと野望があるので、そこまでお付き合いいただけたらなと思います。お付き合いいただけたらなというか、まあそこまでやるので、よければ見てください。といった感じですね。しかしなんか背景の惑星が結構見たことあるのが何周もしてますね。なんかちょうどいいボリューム感で満足はしてるんですけど、こうやって見ると意外と惑星の数少ないような気がしますね。いろいろ巡ってはきましたけれど、ある意味ね、これぐらいのボリューム感がちょうどいいっていうのはあるのかもしれない。昔からこのゲームがすごい好きだったっていうこともあって、なんか割とゲームに対する価値観というのは決定づけられたような気がしますね。ものすごいボリュームがないと嫌とかっていうのもないですし、かといって収集要素があるゲームが嫌っていうほどでもないですし、なんか程よく集めてコンプリートを目指しながら、程よくいいボリュームで遊ぶみたいなのが好きになったのはこのゲームのおかげだったのかなっていう気がしますね。さあ最後にまだエンディングというかムービーがあるはずなので、そちらを見ていきましょう。あれ?まだかな?そろそろだと思ってたんだけど。ムダ毛で悩んではいませんか?ムダ毛、縮れ毛、髪の毛、下の毛、嫌なものですよね。それに匂いだってきついし。そんな時にはこれ、ガラクトロンの脱毛マッセイン。はい、僕はキャブで、いや、スティーブ、私のバリバリでもじゃもじゃの剛毛だってこのマシンであっという間にツルツルのピッカピカ。それでは実演してみよう。あ、なんと脱毛したけて、カツラもできちゃう。それが特許の新機能。おおいえ。消せよ、消せって。あれだ、おしまい。おめでとうございます。ビッグバッドボスは消滅しました。我が社のガラメカはいかがでしたか？ポーズメニューにおまけという項目を追加いたしましたのでご覧ください。よろしければ武器とボルトはお持ちのままゲームの2周目を新しいセーブファイルで遊べます。お試しください。というわけでこれで無事エンディングも完全に終了して、1周目終了ですね。で、説明があった通り、ここから丸ボタンを押してセーブデータを選んでやると武器とゴールデンボルトを引き継いだ状態で2周目が開始できるということで、あと、ボルトも引き継げたかな?それをやっていくことによって、高価な武器を、ガラメカを買い揃えていくことができるようになるというわけですね。次回以降はそれをやっていくということですが、今回はとりあえず、ここまででクリアしたいと思います。ありがとうございました。セーブどこにしよっかな?ここにしようか。わかりしますか?
はい。ああ、始まっちゃった。とりあえずこれ最初の方だけ見るか。あ、というかね、これ2周目以降だと、セレクトボタンを押すと飛ばせるんですね。だから続々と文字だけが表示されているような感じになってますけど。全部飛ばしてます。という感じかな。で、確認すると、おまけが増えてますね。出た！スキルポイント。秘密のテクニック、スキルポイントを集めて隠し要素をゲットしよう。今まで散々やってましたけど。狙い撃ち、スイング、シックス、輸送左遷、キメキメポーズと、いろいろありますね。で、条件はこれ解放しないとわからないんですね。こういうのもあります。オムレンチだけでエイリアンのボスを倒すとか。なので、このタイトルを頼りに、まあ、ヒントに、条件を満たしていくと、ゲットして、解放されていくって感じですね。トローノーの。これがさっきやろうとしてたやつですけど。まあ、これを集めていくというのが一つの目標で。裏技とかもありますね。この辺はスキルポイントの数とかが条件になったりします。アイテム。あ、この辺は引き継ぎなんだな。いいでしょう。まあ、こういったものを引き継いでいって、2周目以降やっていきましょう。で、武器は、買ってあるのはありますね。他のやつは、なぜかこれだけあるんだな。という感じですね。よし。じゃあちょっとおまけの説明も入りましたが、今度こそ今回はここまでです。ああ。そうか、これ一周するとマークがつくんですね。1って書いてあります。あ、これ99も目指したいな。なんか途方もねえ目標がどんどん増えていくけど、そんな感じの遊び尽くすをこれからやっていきたいですね。はい。じゃあ今度こそ、ありがとうございました。